本田翼が主演を務める火曜ドラマ、君の花になる、毎週火曜夜10時から10時57分、TBS 系の第7話が、11月29日、火曜日に放送される。同作は、ある出来事により挫折した元高校教師の主人公、中條明日香、本田は、崖っぷちの7人組ボーイズグループの寮母となり、一緒にトップアーティストになる、という夢に向かって奮闘する物語。脚本は、花の千晴、花男ネクストシーズン、2018年、CBS 系、恋せぬ二人、2022年、NHK 総合、などを手掛けた吉田絵里香氏が担当。30歳の節目を迎え、恋も仕事も友情も新たなステージへ進む主人公の成長と胸キュンを完全オリジナルで描く。鍵を握るボーイズグループの活動は現実世界とリンク。同ドラマの鍵を握るボーイズグループ、ハチルーム、ブルームのメンバーを演じるのは、高橋文哉、宮世琉弥、砂圭人、八村倫太郎、森秀斗、ノア、山下幸輝の7人。期間限定のボーイズグループとして実際にデビューし、主題歌、劇中歌などの楽曲発表や物語と連動したライブ、イベントなど多岐にわたる活動を行っている。バル、また、アスカの姉、ユリを木南遥香が演じるほか、宮野真守、内田有紀、竹中直人、夏木マリラ個性豊かな面々がストーリーを盛り上げる、以下、ネタバレを含みます。ユキヤとエイジ、一見対照的な二人の、熱い思い、に涙。11月22日に放送された第6話では、ハチルームの元メンバー、涼介、池田忠志、が登場。メンバー同士の絆だけでなく、これまで彼らが歩んできた道のりが書かれた。バル、デビュー曲が3年越しで大ヒットするという快挙が話題となったハチルームに、メディアから出演オファーが殺到する中、ザンの母校で新曲の PR も兼ねた凱旋ライブを行うことが決定する。しかし、ユキヤ、ツナがハチルームの元メンバーで玉の同級生、涼介をライブに招待したことに、エイジ、八村が猛反発。険悪なムードになってしまう。元メンバーである涼介も、複雑な思いを抱えハチルームと向き合えずにいたが、アスカの言葉に背中を押され、ハチルームと無事に和解。フォースシングル、光の歌詞のように、目を背けていたハチルームとの過去が、涼介にとって、光に変わった瞬間だった。一方、険悪ムードが続いていたユキヤとエイジも互いの本音を吐き出し、そして受け止め、仲直りの、ハグ。一見対照的に見える二人の根本にはいつもハチルームがいる、不器用な二人が見せた、熱い思い、に涙する視聴者が続出した。次回、第7話ではついにアスカの過去が明らかになる。